同日午後1時14分大審員第2号大法廷。いやー来たわね。それで法務助手よ。助手これ審理中に何用であるか。は、何者かと思えば法務助手、しかも不助手とは。不助手？そもそもこの大審員、不助手の立ち入りは許されておらぬ。え、そうなの？それは承知しております。ほんの5分だけ、お時間を！弁護人に渡さなければならない証拠がございます。か、もう遅いわ。審理はすでに消したのだ。それはどうかな。5分、それ以上待つことはできぬ。裁判長！裁判長閣下。すさとちゃん可愛いからね。ありがとうございます。見して見して。おぉ、やだ、この3人で。大興奮しちゃった。なんかこの3人で並ぶのめっちゃいいなと思っちゃって今。あなたは？時間がございません。早速こちらを。え、なんだこれ？これは英語で書かれている何かのレポートみたいだ。ジェゼール・ブレッド様の研究資料でございます。めちゃくちゃ盗みを働いている。あのレディーの？先ほど審理が再開してから有名大学へ行ってまいりました。そして医学部のワトソン教授の研究室でこれを借り受けたのです。まあみんなが見れる感じかな、これは。そうか、レディーはワトソン教授の研究室で学んでいるのだったな。もしかして、その研究が何か事件と関係があるのですか？わかりません。何しろ。え？私自身はこの真理を聞いておりませんので。確かに。で、なんで持ってきたんだ？あ、そっか。友人が言ったから。友人はわかってるの。クラーレの人体に及ぼす効果、反応及び特徴についてか。クラーレ？クラーレってなんだ？聞いたことがないな。時間ですぞ。場をわきまえぬ法務助手に速やかな退廷を求める。時間がなくて詳しく読むことはできませんでしたが、資料の最初に内容を簡単にまとめておきました。有能！よろしければ目を通してくださいませ。わかりました。ありがとうございます。ほほー。お！ジゼールが有名大学で研究している日本では未知の猛毒のレポート。ははーん。それでは、ご武運を見ちゃおうかしら。ちょっと見ちゃおうかしら。どれどれ？南アメリカの密林地帯においてある樹木の樹皮から生成される。この地の狩猟民族が古くから獲物を狩る際に使用してきた。ああ、毒がね。効果、ごく少量で瞬時に全身の筋肉を麻痺させて死に至る猛毒。瞬時にか。条件、吹き矢など、傷口から体内に入った時毒性を発揮する。傷口！全身の筋肉が麻痺するという特性から麻酔薬としての利用が考えられる。全身麻痺により患者の呼吸が停止する。問題の解決が課題となるであろう。なるほどね。傷口、歯を抜いてるから。ご武運を！あ、すごい。幽霊みたいに消えた。英国からの客人をこれ以上待たせることはできない。ジジエルさん、レポート勝手に持って来られてましたよ。最後にもう一度だけ確認しておくが、何でしたっけ？検察側、弁護側とも新しい証拠の提示はもうないんであろうか？ないであろうか？もちろんございません。審理はすでに十分かと。なるほど。貴様には選択の余地など存在しない。はい。これが文字通り本当に最後の機会だ。あ、わかってるよ。言ったれ！裁判長、証拠の提示をお許しください。その目、その鼻、その口。日本男児の諦めを知らぬ、もゆる目である。証人、ミス・ブレッドよ、よろしいでしょうか？なんか今の、忖度っぽいわね。あら、なんでしょう。
よろしければもう少しだけお付き合い願えますかな？せっかくのお誘いですけど。そろそろ午後のお茶の時間ですの。よろしければこの辺で。お、恐れ入りますが、ミスブレッド。願えますかとは尋ねましたが。これは妖精である。そう捉えていただけますかな。これには不機嫌。前から思っていましたの。あ、どうしたの？日本人の言語は論理的ではない。まあ、確かに分かりづらい表現がたくさんあるかも。恐れ入ります、デリー。だって行けたら行くわは来ないもんね。それでは、弁護人よ、提示するがよい。します！この審理で検討するべき新たな証拠とは、というのは置いといて。一回やらないと気が済まない。はい。ジゼール・ブレッドさん。有名大学では、ワトソン教授の研究室で研究されているそうですね。しかも、何の偶然か。猛毒の研究を。何ですと？猛毒？それは一体どういうことか。その名は、クラーレ。ほんのわずかな量が体内に入っただけで即死する猛毒です。猛毒だなぁ、それは。何を夢みたいなことを言い出すのだ、貴様たちは。クラーレだと？そんな毒物、聞いたことがない。当然だ。なんだと？聞いたことなどあるはずがない。何しろ。我が大日本帝国にはまだ存在しない毒物なのだから。そうなんだ。存在しない？そっか。我が国の毒物検査。そうなんです。つまり、帝都警察がいくら検査をしても、その毒物は絶対検出されない。なぜなら。この国ではそれを検出する方法が存在しないのだから。なんだとー？そういうこと？コップに入れてたわけではなく。静粛に。じゃあやっぱりここで飲むしかない。そのような猛毒、本当に存在するのであるか？この大英帝国の留学生による研究資料によれば、南アメリカの狩猟民族の間で古くから野毒として用いられていて、ヨーロッパの科学者、医学者の間ではよく知られた存在であるようです。野毒？アマゾンのジャングルに群生する樹木の皮から抽出される猛毒で、今世紀初頭、探検家がヨーロッパに持ち帰り、その存在を知られるようになった。白色！これを塗った吹き矢が刺されば、その獲物は瞬時に死ぬそうです。そうですね、レディ。なるほどくん。それシャッシャしてた意味あった今。あ、どうなんですか？そんな主張もう無茶苦茶ですぞ。確かに。そもそも、そんな猛毒が体内に入ったのならば、被害者は、もがき苦しみ抵抗したはず、店内の者が気づかないはずがない。確かに。どうだったのか、刑事よ。瞬時にって言っとるじゃないですか。もちろんそのような騒ぎがあれば当然気がついたでしょう。確かに教授が苦しんだ様子は記憶にないな。この資料によれば、逆であるようだ。逆？なんだと？逆？被害者は苦しむ素振りを見せなかった。それこそが、クラーレが使用された証拠と考えることができる。なるほど。それはどういうことか。説明を願おう。説明しよう。この毒は体内に入ったその瞬間、全身の筋肉を麻痺させるそうです。つまり、力が完全に抜けて動けなくなる。たとえ苦痛があったとしてもそれを表現することができない。なんという、えぐめの毒物。当然力が抜ければ被害者は倒れてしまう。だが、椅子を使って体を支えれば騒ぎにはならなかっただろう。でも、あそぎ、どうもよくわからないな。筋肉が麻痺するだけで、どうして即死なんだ？なるほどくん。心筋もじゃない？非常に恐ろしい話だ。
猛毒によって全身の筋肉が瞬時に麻痺して被害者は動けなくなる。そしてその麻痺は最終的に呼吸を司る筋肉を停止させるのだ。呼吸を？つまり直接的な死の原因は窒息ということになります。その間被害者の意識は生きている。ただ動くことだけができない。ちょっとえぐめの設定にしていく。そんなことが見ている者にとってはほんの一瞬眠るような即死だが、被害者にとってこれほど残酷な死はない。それがクラーレという猛毒の正体なのです。今知ったばかりだけど、どうなんですかね。このガラス瓶の中にそのような猛毒が入っているというのか。危ない。そんないい加減な言い分があるか。未知の毒だから検出できませんだとふざけるな。あの、一言よろしいかしら。学生が理屈ばかりこねおって、あーシャラップ。さあシャラップ出ました。学ぶのはあなたですわ。ははは、どうしたん、ジェゼール城。つまりこれが日本人のやり方というわけかしら。どういうことですか。勝手に他人の資料を盗み見て自分で発見したかのように勝ち誇る。それは確かに。まさに卑劣。そう言わざるを得ないわね。恐れながらお互い様と言わせていただこう。どういうことかしら。他人の無知につけ込んで堂々と罪を逃れようとする。これもまた卑劣。そうは思いませんか、レディ。にやり。とにかくこのアーツ認めるわけにはいかぬ。大日本帝国に存在しない毒などまさに反則なり。ふふふふ。何がおかしいのですか。笑っちゃう。エクスキューズミー、裁判長様でしたかしら。何ですかな、ミスブレッド。そのガラス瓶、ちょっとよろしいかしら。ああ、良いでしょう。あ、飲むんちゃいますか。お、お茶の時間かしら。おー、結構入ってんな。結構入ってるよ。思い上がらないことね、ちっぽけな極東の島国の皆様。どういうことでしょうか。英国人の目から見れば、ここで行われていたのはまるで子供の遊び。警察ごっこに裁判ごっこ、それはそれは微笑ましいこと。あ、みんなを侮辱していく。でもそろそろ子供の遊びは終わりにいたしましょうか。飲むんか。チアーズ。リスキーね、口ん中切れてるかもよ。唇パリパリかもしんないじゃん。ああ、なんてことを。どう？ふっ。気の抜けた炭酸水、まさにこの場にふさわしい一杯ね。飲んじゃったよ。っていうか、中に残ってるといいんですけど。中に残ってるといいんですけど。ちょっと待ってくださいよ、裁判長。どうなんでしょうね。細かな傷がついてることってないんですかね、内臓とかに。あら、どうしたのかしら皆様、そんな顔なさって。いや、しかしこれはリスキーですよ。相手も命張ってる。そのガラス瓶にクラーレは入っていなかったというのか。ふふふふ、信じられないという顔ね。でも、それが現実なの！あら、いいアングルね。私の研究をこのような場で発表してくださって感謝しますわ。ぐぅ！ご苦労様ね、坊や。それじゃあ裁判長様？ダメだ！あ、なんでしょうかな？今度こそ失礼してよろしいですわね。十分お付き合いしましたわ。両国の友好関係のためにね。お、
恐れ入りますレディ、感謝の言葉もございません。ちょっと待って、なるほどくん、まだあるって。こんなバカな、あのガラス瓶には猛毒が入っているはずなのだ。でもそれならばなぜ、あの女はそれを飲み干して平然と生きているのだ。わからぬ。わかって、アソギ。極東の小さな島国で戯れに見た一幕ものの喜劇。我が大英帝国への愉快な土産話といたしましょう。あのガラス瓶に猛毒は入っていたのかどうか、そしてもし入っていたのなら彼女が倒れない理由は何か。歯茎に自信あり、手がかりは揃っているはずだ。あのガラス瓶、猛毒は入ってるって。絶対入ってる。ワトソン教授が飲んだ炭酸水に犯人は猛毒クラーレを入れた。僕は、弁護側は主張を変えるつもりはありません。なんだと。貴様は一体今何を見ていたのだ。このガラス瓶に毒など入っているはずがない。なぜならその水をレディが飲んだからですか。そうですか。そう、明らかに矛盾しているわね。矛盾？その矛盾を解決する答えがあるかもしれません。なんだと。はわわ、目の前にある謎を一つずつ考えていこう。そうしよう。その答えは必ず法廷記録の中にあるはずだ。それでは被告人、いや若き弁護人よ。はい。そなたに証拠品の提示を命ずる。クラーレの混入した水を飲んだにもかかわらず、この証人が無事だった理由とは。これどっちだと思う？でも中を詳しく見て、傷口から最初はこっちな気がするんですよね。違いますかね。その答えはもちろん証人の研究資料の中にあります。あります、あります。そんなもの答えになっておらぬ。何しろ、何ですか。我々は英語などさっぱりとこれ理解不能なり、この前君の若造めバカにするな。バカにはしてないし、威張るところでもないような。確かにこの資料はあまりにも膨大すぎるようだ。ではさらに弁護人に提示を求めるものとする。はあ、この資料どの項目に、どの項目。やばい、教科書読んで当てられてるみたいだ、先生に。特性ね。そうよ、特性の項目よ。今クラーレのことをいろいろ聞いていて、一つ気になったことがありました。気になったこと？この毒薬は昔から狩猟民族が使っていて、吹き矢の先に毒を塗って獲物を狩るわけですよね。さよう、そのようである。それで、狩った獲物は、みんなで食べるわけですよね。あ、賢い。それが何だというのだ。でも、獲物の体内にはさっきの吹き矢の猛毒が残っているわけですよね。確かにそうだ。普通食べませんよね。恐ろしい猛毒を持った獲物なんか。賢い。それは無論食べようとは思えぬ。それで気がついたんです。この研究資料、特性の項目にこう書かれているのです。傷口から体内に入った時毒性を発揮すると。でもさ、歯磨いた時割と普通に歯茎から血出るしさ、割と高確率で傷口から入りそうなもんだな。わざわざそう書かれているのが引っかかったのです。どうかしら。つまり、この資料から読み取れる事実はこうです。さ、クラーレは傷口から体内に入ると恐ろしい猛毒だけど、口から入ったクラーレには毒性は存在しない。なんだと。
ジェゼールさん？あなたはこの猛毒、クラーレの特性を知っていた。だから、あれほど自信たっぷりに飲み干すことができたのです。あ、この生意気な、切れちゃう。あー、やったー、生きてる、ガキめがー。なるほど、貴様は、やりました。俺の思った以上に優秀な弁護士だったぜ。あ、葬儀、この僕が、弁護士。そんな都合のいい毒などあってたまるか。第一、それならば一体なぜ、ああ、シャットアップ。無知なお子様が知恵というおもちゃを手に入れたってわけ？でも慣れないおもちゃを振り回したって滑稽なだけ。どういうことですか？あ、閉じちゃった。僕ちゃんの雑な主張には致命的な矛盾があるってこと。僕ちゃん。矛盾。ご想像の通り、クラーレは飲んでも安全な猛毒よ。人の胃液の酸と反応して吸収されなくなると考えられているわ。あ、なるほどね。いやー、そういうことなんですね。なんだ胃液って。嘘だろ、なるほどくん。でも飲んでも安全な猛毒だったのならば、このくらいの時代の医療の知識とかそんなもんなのかな。哀れな教授が炭酸水をガブ飲みしたって死ぬはずがないじゃない。ガブ飲みメロンソーダってこと？あ、確かに。その通りである。ふん、それが科学よ。お分かり？僕ちゃん。まあ。静粛に。同じ猛毒を飲んだのであれば当然その結果は同じである。それではつまり、このクラーレという猛毒は事件と無関係ということですな。ちょっと待った。そういうこと。それぐらい。文明から取り残された僕ちゃんにもわかるわよね。え？なるほどくん。この感じ。初めて感じた。自分の中からほとばしる。矛盾に対する確信と怒りにも似たこの感情。すべてぶつけてやるんだ。この指の先にいる獲物に。おお、いいアングル。やったー、意義ありだ。そうはいきません、ジェゼールさん。何よその目は。あなたには分かっているはずです。BGM すごいいっぱい用意されてる。同じ猛毒を口にした被害者とあなた自身。被害者だけが亡くなった、その矛盾の答えを。はあ。それでは弁護人、証拠品の提示を命じます。来ましたか。口にしても害のないはずの猛毒だったにもかかわらず。なぜ、被害者だけがクラーレによって命を落としてしまったのか。それがこちら。くらえー！ワトソン教授とこの証人は確かに同じ水を飲みました。しかし、二人には決定的な相違点があったのです。決定的な相違点。はあ！まだ持ってるよ。クラーレは傷口から体内に入った時その毒性を発揮する。だから健康な人間がそれを口にしても害にはならない。しかし、その口の中に傷があったらどうでしょうか？口の中ですと？そうです。例えば、歯科医院で虫歯を抜いた直後だったとか。ジェゼールさん、あなたは何度か証言していますね。あの日、ワトソン教授が虫歯を抜くのを知っていたと。ぐっ！そうか、この証人はそれを利用したのだな。どうかしら？くっ。なんだ？笑っている。せっかくなので、もう一度言わせていただきますわ。
ほんと、まるで子供の遊び目。遊び目ね、爪の甘い。裁判ごっこ。まだ何かある？どういうことですか？こういうことよ、僕ちゃん。なんだ？取っちゃったよ。大事な証拠品を考えなしに渡すとどんな事故が起こるか。やってるって言ってるようなもんじゃん。やめろ。この私が特別に教えてあげますわ。ちょっと誰か止めろ。こいつ。あら、どうしましょう。大事な証拠がなくなってしまいましたね。実力行使。なんだ？何が起こったのか。あの英国人がガラス瓶を粉々に。大シーンの真理だぞ。なんたる失態か。係官何をしている？早く床にこぼれた炭酸水を回収するのだ。無駄なこと。この絨毯は我が大英帝国が寄贈したもの。それはそれは気持ちよく水を吸いますのよ。帰国の技術では到底回収は不可能ですわね。おおマジかよこいつ。なんということを。こんなの決して許されることじゃない。ほんまやで。まあ、僕ちゃんがいくら頑張って机を叩いてみても、ガラス瓶に毒が入っていたかもう永久にわかりませんわね。貴様、こんなの初めて。そしてその一方で、はっきりと証拠が残っていることがある。そうですわね、ケンジ様。このホトガラフィーでございますね。そう、この写真を見れば誰だって納得するでしょう。哀れな教授はこの私に背を向けて座っているのですから。これ、撮影用にこっち向かせたんじゃないの？被害者を正面から撃つことができたのは僕ちゃんだけね。嘘？そうだったの？あの日、あなたはクラーレを用いて被害者を毒殺した。そして、なるほど、龍之介にその罪を着せるために。床に落ちていた拳銃を拾った、その瞬間を見計らって、隠し持っていた拳銃で教授の遺体を撃った。そして、事件の騒ぎに紛れて遺体ごと椅子を回転させればよい。これならば、あなたにも犯行は可能である。大した空想ね、坊や。嘘？ここも喋るの？隠し持っていた拳銃、すでに死んでいた教授？残念だけど、何一つ証拠なんて存在しないわ。そう、その通りですぞ。証拠がない以上、検察側の主張は変わりませぬ。被害者、ワトソン教授に銃弾を放って、その命を奪ったのは。なんだって？被告人、なるほど、龍之介より他にはいないのであります。くそ、こんなバカなことが。ほんまやで、ここまで追い詰めたのに、逃げられてしまうのかよ。あの女の卑劣な証拠隠滅によって。なるほど。葬儀。ここまで来たら、あとはもう、貴様しかいない。どういうことだ？決定的な証拠が失われた今、最後の手がかりがあるとすれば、それはもう、貴様の頭の中だけだ。僕の頭の中。確か言っていたな、観察眼だけは自信があると。もちろんだと思う。嫌でも目立つ西洋美人を見落とす程度だけど、もう一度思い出すんだ、あの瞬間、その光景を。貴様が見て感じたその色や匂いまでも。色？あの時、僕が見て感じた。その、色？までも？色？